はいえ。今回はですね、竹内五郎のブログヒストリーということで、えー、究極のミスとこれからということで、ようやく現在に入ってきます。で、究極のミスをしていたっていうので、エピソード3終了したんですけれども、その究極のミスは何なのか、そしてこれからやりたいことを喋っていきます。自己紹介こんな感じです。竹の手紙というブログ特化サイトを2020年の5月に立ち上げました。あのぜひ見てみてください。 でブログ人生を少しずつ紹介しますということで、えー、一応今回が最終回になるかなと思います初心者で成果が出ず落ち込んでいる人はですね、えー、エピソード1から見ていただければと思いますもうだいぶ失敗していますで究極のミスは何なのかという話なんですけれども SNS を全くやってなかったんですね、まあ、これは究極のミスです2018年ぐらいから本気になっていれば本気で後悔しますこれに関しては。 2018年には一応ブログで月収15万ぐらい稼げてたわけで、まあ、月収6桁だったらフォロワーさんが増えてたかもしれないと今思っています、ね、2020年5月から7月で700名ほどフォロワーさんが増えたんですけれども2018年段階でも頑張れば増えたしまだ、えー、ライバルもそんな多くなかったかななんて思ったりはしています、まあ、でも過ぎてしまったことは仕方ありませんので今頑張ってるということですね でなんでやってなかったかっていう話なんですけれども、僕、そもそも SNS 苦手人間なんですよね。苦手というか、やらないタイプの人間だったんですよ。Twitter とかね、かつてミクシ i なんかあったんですけれども、大学時代もですね、1人だけ SNS やらないような人間だったんですよね。まあ、よく うそういう人い,い,いたと思うんですけど、まあまあてうの、その中の1人だったんですね、みんな iPhone の中、1人だけガラケーみたいな、もうそういう人だったんですよ。だから今ね、MacBook とか使ってやってますけど、おそれがちょっと信じられない感じで、えー、昔はですねもうみんな iPhone の中、1人だけガラケー、みんな携帯持ってるけど、一人だけ携帯持ってないみたいなね、そういう人だったんですよね。なんですけど、SNS が必要な時代になってきたということですね。で、ツイッターのアカウント自体は昔からありました。 これいつからだったかちょっと覚えてないんですけれども、2020年5月まではブログ投稿、まあ、ブログ更新しましたみたいな投稿だけのボット的なアカウントになってました。で、ほとんどやってなかったんですね、ツイッターへの投稿は。で、SNS に参入しまして、少しずつ SNS を頑張り中です。で、SNS 運用についてはまだよくわかっていません、えー。フォロワーさんが一応1000名超えることができましたけど、まあ、はっきりとよくわか,かんないです。はい、ま,だまだまだ全然わかんないですね。 なのでもうちょっとね、アカウントが育ってきたらわかるのかななんて思ってますね。で、SNS 参入なんですけど、今の自分にびっくりです。 ね、さっきも言いましたけど、MacBookPro を使い、SNS やり、Pinterest なんかもやっちゃってね、もともと有効についていけない人間なんですよ、iPhone の中、ガラケーですからね、まあ、そういう人間なんですけど、もう今はですね、なんかそういうことをやってるという状態になりました、まあ、これもですね、ブログのおかげですね、ブログを3年ぐらいやってますけれども、そのおかげでいろんな情報をゲットするようになりましたし、えーまあ、仮想通貨とかね、投資とかもね最新、結構新しい情報をつかめるようになりましたし、今、そういうのがね、ブログやっててよかったなと、今になって思います。 で一応 SN、SNS を伸ばす一つの仮説みたいなのができましたで。本気で質の高いブログ記事を5個か10個用意して、更、まあ、鉄でもいいです。ブログ以外でもいいですけど、5個か10個用意して、まあ、そこに誘導して、いいブログだとまず思ってもらうということですね。少数精鋭を用意するということです。少数精鋭を用意して、その 5, 5個から10個の記事をずっと見てもらえるのは、見てもらってあ、この人いいなと思ってもらう。で特に力を入れるべきは、プロフィールかなと思いますね。で竹の手紙 ツイッター公開時10記事ぐらいしかなかったんですよ。もっとなかったかもしれないですけど、それでも中身の濃い記事を投下しました。はい。っていう感じですね。で、コンテンツなんですけど、お量より質です。SNS ではの話ですよ。これ、あくまで SEO では。まあ、SEO も、ねえー、質大事なんですけど、SNS では別に10記事でいいんです。僕が思うに。10記事でいいんで、質のいい10記事。そして、プロフィール記事は絶対に書いてください。プロフィール記事がないブログはダメです。SNS 勝負だと。 プロフィール、だって、実績がなかったらもう、どうにもならないですからね。で、実績がない人がどうやって集客するかというと、もう、プロフィール記事しかないと僕は思ってます。プロフィールでどんだけインパクトのあることを書けるか。もう、SEO 無視ですね。インパクト重視の記事。よく、なんか跳ねそうなね、えー、記事をね、一個用意して、すごいプロフィール記事を作って、もう、それを投下するというのでもいいと思います。固定ツイートとかでね、インパクトのあるプロフィール記事だったら、フォローしてもらいます。実績はなくても。なので、えー、そういう記事を一個。 用意しておくのがいいのかなというふうに思いますで。実績がある場合はね、実績書けばいいと思うんですけれども、もない場合はプロフィールです。はい。濃厚なプロフィール記事で勝負しましょう。で、そのプロフィール記事に質のいい記事へのリンクですね、何個か、まあ 3, 3つぐらいでいいと思いますけど、あって、そのブログを4記事、5記事読んでもらえれば、フォローしてもらえる可能性は十分にあると思いますね。なので、えー、質のいい5記事です。でその5記事が質が悪かったら、もうフォローしてもらえないですし、ブログのリピーターにもなってもらえないんで、いい記事をとにかく 少数精鋭ですね。書いてください。と思いましたね。僕は SNS やって。で、これからなんですけども。 アフィリエイトから軸足を移します。まあ、アフィリエイトやめません、全く。ず,ずっとやりますけど、とにかくや今やりたいのは自分でサービスを作る。もう今何個か作ってますけど、自分でサービスを作って、SEO だけだったのを SNS に移す。で、収入の複数化なんですけど、やっぱり自分でサービス作るからには、その受けてもらう人には幸せになってもらいたいですし、いい人生を送ってもらわないといけないわけです。じゃないとお金払う意味ないですからね。なので、えー、そういうサービスを作って、えー、まあね、人の人生を良くすると。 ということを頑張っていきたいなと思っています。で、いろんな方法で認知アップして、まあ、実力もアップしていこうというところです。元月収10万円フリーターでね、コンビニバイトなので、収入を上げる方法っていうのはあ、もともとネット関係の仕事をやってた人よりはあ、一般の人に寄り添えるんじゃないかなと思っております。そして、今後やりたいことを一覧にしました。じゃんということで。で、まずですね、1個目、YMYL を伸ばすんですね。 これはですね、まあ、皆さんやってないと思うんですけど、まあで、投資ブログやめなさいっていうね、最近の流れなんですよね。えで、動画とかツイッターでも、YMYL ジャンルは避けましょうなんて言われてますけど、いやいや、伸ばしますよ。はい、僕は伸ばしますよ。で、えー、投資ブログがあるんですけど、それ頑張ります。頑張るっていうかね、あの記事更新を頑張るというよりは、SEO 以外でどんだけ頑張れるかなんですよ。YMYL の投資ブログって、まあ、言っちゃ悪いですけど、おー1日 100PB で4、5万稼げるんですよ。 <laughs> 結構いいですよね。で、1日 100PB だったら別に SNS でいけんじゃねって僕思ってるんですよ。SEO なくても。で、1日300、400SNS で取れれば、あの普通に10万くらい稼げんじゃないみたいな仮説があるんで、それを試していくということです。まあ、はっきり言って SEO は諦めてます。SEO 的には YMIL は挑戦しない方がいいっていうのは僕も意見同意ですけれども、いや、ちょっと待てと。みんな今やらないわけでしょ。YMIL を。ということは、 SNS でうまくやれば、もしかしたら違憲じゃねみたいなことを今思ってるんで、えー、ライバルがいないんでやるっていうことですね。なので、今 YMIL、どんどんやっていきます、はっきり言って。なので、ピンタレストの投稿もですね、もう投資ばっかりみたいなあことをやってますね。で、あと次なんですけど、これやりたいんですよ、一回ね、えー。来年やりたいんですよ。もう今年はちょっとね、2020年ちょっともうプロ野球開幕しちゃったんで、えー、原つの��配研究というサイトやりたいんですよ。で、今野球ブログを昔書いてて、そのサイト残ってるんで、それをですね、原つの��配研究っていうのにガーッと変えて、 もともと野球のこと書いてるんで、まあ、自然なんでね。でそこに書いて SN、SNS をね、腹立つのり再配研究というツイッターアカウントを作って SN、SNS と一緒に発信したいんですよ。野球で稼ぎたいっていうのは、まあ、稼ぎたいっていうよりは、まあ、ちょっと注目浴びたいなみたいなね。えこいつすげえぞみたいな。こいつの再配研究すげえぞみたいな。これね、ちょっとや結構やりたいんですよ。<laughs> これ結構やりたいんですよ。まあ、協力してくれる人いませんからね。つのり再配研究っていう。これは本当にやりたいですね。腹立に田配研究はい。 っていう来年ねもう一試合全部見てねあの何と何度に、ね、こういうサインを出したみたいなのを全部まとめるんですよだから野球を毎試合見なきゃいけないっていうことで、毎試合見なきゃいけないですしもう本当に一球一球逃さないような感じでやるサイトこれはね、えー、2020年も遅いですけど2021年にはちょっとやりたいんですよね僕の他のサイトでもね、収入次第のところもあります野球は時間があったらやろうと思いますで、えー、もうちょっと脇道取れましたけど自分なりの正解を見つけるっていうのはすごく大事です なんかね、テクニックね、大事ですけども、まあ、テクニックはね、パクればいいですパクってテクニックをオリジナルでやると痛い目見るんでパクってで、まああの、最後はあなただけの正解が大事ですということなんですねで人それぞれ正解が違いますで言ってることも違うのはもう僕,僕もねあの、インフルエンサーの方も一人一人言ってることが違うのはそ,その人自身の正解があるからなんですよ。 その人自身で頑張って成功パターンを見つけて正解を弾き出してるんですね。だから言ってることはちょっとずれるんです。それでもそういうものなんですね、ブログっていうのは。えー、なので、えー、自分だけの正解を見つけていきましょうねというお話です。ブログは自分だけの正解を見つけるゲームです。ゲーム。なので、100記事書いて、ね、100記事書いたら OK みたいなね、なんかそういう論もあるみたいですけど、そうじゃなくて、100記事書いてるうちに自分だけの正解が見えてくるっていう話なんですね。で、見えてきて、 その正解に向かって、そこから突き進んでい,くいきましょうということですね、はい。なので、自分だけの正解を見つけていってください。はい、記事を書いていけばです、ね、だん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 自分の得意なことと、不得意なことが分かってきます。で、アクセスのある記事、ない記事、こういうのが、ね、分かってくるんで、えー、そういう記事を見つけて、自分の正解を見つけていきましょうねというお話です。メディア、SNS です、えー。ウェブインカム構築ゼミをスタートしました。 ああ竹の手紙っていうね、サイトもやってまして、ツイッター、Twitter、竹内ノチゴロ LINE 詳細欄です。こちらのチャンネルもよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。